左官角大球場は香港急流左官角にある球技場、陸上競技場であったが球技場として改装された。施設は香港政府が所有し、交絡及び文化事務所が運営管理を行っている。香港リーグ公組の公民と明日朝日がホームスタジアムとして使用する。左官角大球場前身は陸軍球場で1961年に 市政局に移管された。移管当初は市政球場と呼ばれたが、市政局が1973年6月16日より一般に開放した際には、左官拡大球場として開放した。1990年9月に最初の改修工事が行われ、陸上競技用トラックが撤去され、その分ピッチを拡大、座席を7500席に増築した。 改修工事期間中、香港港組、サッカーリーグの試合は、深見運動場へ振り返って開催された。そして翌年の年末に改修工事は完成した。1992年になると入場者数の増加に、加えて、香港大球場の改築が始まり完成には1994年まで、かかるため、この年に、非正局は2基のアルミニウム製の臨時スタンドを増設。 座席数を1000席増やした。アジアサッカー連盟が、左官拡大球場に、ドーピング検査室がないと指摘したことと、記者室やネット環境がないことから試合の情報の発信が難しいことに加えて、左官拡大球場は、幾度となく、満席となった。このような状況を見て、香港サッカー協会は2008年に、香港政府に、 左官拡大球場のスタンド及び臨時スタンドを撤去し、観客収容人数1万人の屋根のあるスタンドに建て替えることによって、観客により良い環境で試合を試合を観戦してもらう旨を提出した。しかし計画の検討により、改築後の左官拡大球場の観客収容人数は6,680人。南北のメインスタンドとバックスタンドのみ屋根、が、 改築工事は2009年9月1日開始され、2011年10月14日に、竣工、工事費用は計画では2.5億公平であったが、実際には2億7550万公平が、費やされた。2011年10月16日、遊国、左官閣大球場改修後のコケラ落としとなる、香港組リーグ費の泉 JC 明日、朝日隊、深見が開催された。 ホームチームの明日朝日はより多くのファンに試合を観戦してもらうため、特別価格として入場料を60ドルから20ドルに値下げを行った。試合には4499人のファンが来場し、今季の最高入場者数を記録した。ナイトゲーム時のピッチ改築計画によると、ジム胸の屋上に太陽熱温水器を設置し、太陽熱を利用した温水を更衣室で使用。 また雨水循環システムを設置し、集めた雨水を緑地やピッチの山水に用いると、改築後の左官拡大球場は、環境問題をテーマとしている。一階屋上と南側スタンドの上部にはさらに庭園が設けられ、隣接する柿市場や通称、スズメ子街といわれる、縁保街スズメ鳥花園との関連性も持たせており、香港政府は、 左官拡大球場がこの地区を活性化させるランドマークの一つとなることを強く期待している。改築工事による左官拡大球場の主な変更点は南北のスタンドにしなやかなテント状の屋根、東側スタンドには大型電光掲示板を設置した。座席は金属製のチョイスから一人ずつ独立したカラフルなプラスチック製となり収容人数は 改築前の8500人から6664人に減少。しかし42席の車椅子用シートや電動リフト等のバリアフリー設備の設置、スタンドの高さを1.5メートル高くし、ファンからの視界をさらに良くしている。この多発箇所あったチケット売り場を花巨道が入り口に集中し、削減した境限外側チケット売り場を駐車場に改めた。 場内設備としては、ドーピング検査室及び託児所の設置、広衣室の面積を2倍に拡大し、2部屋であったのを4部屋へ増設、シャワールームも40室と以前より22室多くなった。このほか、広衣室内に、先進的な靴やボールなど、用具のメンテナンス設備を備えた。プレスルームの面積も以前より拡張している。ABC、大広報。 1973年5月14日、第2条、第8版、地政救助課が使い放うなつれいバイサインと単裕、大広報。1973年6月16日、第2条、第8版、左官閣大九条形容儀式夏令売いバイマ、幕、太陽法。2008年8月1日、左官閣救助課場外現在、ハット AB 左官閣大九条 改善工程民政事務局、締め口立法会民政事務委員会討論文献。2008年11月、左官閣上10回4 4 9 9九名、有入り定賞一種休締目歴史、貧下日本2011年10月17日、左官閣九条政協10年、正法2011年10月17日、左官閣第九条官法概念登場。 新田お日報2011年10月15日、左官閣第9条明日へ開け首上派工組祭、明日、朝日退、深み、頻火日報2011年10月15日、左官閣上小星新無過上祖、西方2011年10月15日、左官閣上重会三段に三在説、上げ豚名昼縁首戦、明報2011年10月15日、ありがとうございます。